こちら苦手レスキュー999。虫が苦手、動物が苦手、はたまた人間関係が苦手。この番組は苦手レスキュー隊員のケイタニーが地元静岡の皆さんの苦手をレスキューするラジオプログラムです。合言葉は読み取る、聞き取る、受け止める、苦手レスキュー999。静岡の皆さん、明けましておめでとうございます。ケイタニーです。2023年もたくさんの苦手の SOS が届いています。早速紹介する前に、今日もスペシャルゲストに来ていただいています。世界をリードするイノベーティブなカンパニー、ニガップル CEO、 苦手ジョブズさんです。どうぞ。2023年、我々は革命的なスマートフォンをここ静岡で発表します。名前はニガ iPhone 13。 苦手専用タッチパネルを搭載し、どんな苦手にも圧倒的な処理速度で反応するニガ iPhone はスマートフォンに革命を起こします。 5G をはるかに上回る 5 苦手により、世界中。それでは本日の苦手を紹介したいと思います。静岡市にお住まいのラジオネーム、望月六十郎さんの苦手です。私は餅を焼くときのひっくり返すタイミングが苦手です。程よく焦げ目がつく感じでひっくり返したいのですが、毎年正月に餅を焼くたび失敗ばかりしています。せっかくコツをつかんでも、次の正月が来るときにはすっかり忘れてしまい、また一からやり直しです。というわけで、本日の苦手は餅を焼くときのひっくり返すタイミングが苦手。その苦手、しっかり受け止めました。どうして餅はひっくり返すタイミングが難しいのでしょうか。早速僕と苦手ジョブズが餅の心の声を聞いてきました。それでは餅に代わってプレゼンをしていただきます。苦手ジョブズ、最新型スマートフォン発表記者会見。新年にぴったりの素敵なニュースです。この度我々は開発を重ね、世界初の餅を焼くことに特化したスマートフォンを完成させました。その特徴は何といってもカメラ機能。餅をひっくり返すことで、餅に内蔵されているカメラを反対側についた自撮り用のカメラに切り替えることができるのです。この機能によって、これまで写真に収めるのは無理だと言われてきた人々が餅をひっくり返す瞬間の最もホットな表情を撮影することができるようになりました。私たちは現在、餅をひっくり返す画像だけでコミュニケーションをする SNS も開発中。2023年も Let's Enjoy お餅ライフ。というわけで、餅は最新型のスマートフォンだったことが分かりました。餅を焼く私たちの一番いい表情を写真に収めるため、内蔵された自撮り用のカメラへの切り替えのタイミングにこだわっていたのですね。今度餅をひっくり返すときには、餅カメラ目線で満面の笑みや決め顔などしてみてもいいかもしれませんね。それでは今日もお付き合いいただきありがとうございました。苦手レスキュー999。また来週のこの時間にお会いしましょう。3つで苦手レスキュー、トリプルキュー。